おはようございます。おはようございます。今回はパンチ佐藤さんをお迎えしているんですけれども、はい、向こうさん、何ですか。私ちょっととある情報を仕入れたんですよね、うん、はい、何でしょう。それはですね、パンチ佐藤さんが講演会で、はい、星野監督の人心掌握術を、はい、こう芝居仕立てで披露しているっていうのをちょっと何芝居仕立てじゃないんだけども、はいはいはい、今回はその話をする、その話をちょっとそのことをいいんですかそれ聞いたって前回というのは、はい、甲子園に出てさ、はい、そして大学野球でもバリバリでさ、社会人野球でもバリバリでさ、プロ入って新人王を取ってさ、首位打者取ってホームランを取ってさ、高級車乗って高層マンションに住んでさ、うん、女子アナと結婚してさ、引退してさ、さあ僕の講演会を聞いてくださいって、こんな講演会来たって面白くないでしょ。僕の講演会というのは貧乏から野球を武器に這い上がってきて、はい、そしてプロ野球という夢をつかみ、はい、そこでも1軍2軍1軍2軍としてきて、こういうのが説得力というか、はい、おおってなるじゃない、はい、その中で1年目の上田監督、2年目の土井監督、そして最後の大井監督、またこの星野監督も含めての監督によってチームは変わる、先生によってクラスは変わる、うんうん、上司によって部署は変わる、うん、親によって子は変わるみたいな、はい、そういうような講演会をやってたわけ、はい、星野監督のイメージってどう？まあ東証って言われてたんで、まあ、喧嘩っ早いとか、めちゃくちゃこうオラオラなイメージはありましたけどね、どうですか？怖そうな感じのイメージは、星野監督というのはね、はい、岡山の高校から明治大学、うん、明治大学からドラゴンズに行ったんだけど、うん、明治大学の島岡監督というのは、これは有名なもう監督で、はい、監督経験はないんだけども、はい、戦争経験者で、うん、とにかく精神論のね、監督なわけ、はい、もう技術的なことは教えられないのね、うん、野球やったことないから、はい、でも、なんとかしろって言ってる、言うと、なんとかしちゃうわけ、明治の人は。そういう熱い監督の下で育てられてるから、やっぱり自分も熱くなっちゃったんだね、うん、大学時代の星野監督のね、こんな逸話がある、明治大学、星野さんはどこの試合か忘れたけど、国家未人でやられて、そして明治の合宿所に帰ってきた、そしたらその島岡監督が、はっ、お前グラスの神様やめ、来いって言って、スライディングパンツって言って、パンツ一枚になって、お前マウンドで正座しろって言ってね、うん、マウンドで正座して、1回の表から9回の裏まで一球一球反省しながら目を閉じてって、で星野監督はパンツ1枚でさ、1回の表プレーを、初球はアウトコースのボール、あのボールが走ってないから今日はダメかなと思って言い訳だったのかな、2球目またアウトコースの、なんでやってたわけよ反省を。そしたら雨がしと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 降ってきて、雨が降ってきたな、寒いなおい、なんか8回の裏雨がひどくなってきたなって思ってきたわけよ、はい、そしてピューってこう薄めを開けたんだって、はい、そしたら星野監督はマウンドの上、島岡監督はホームベースのところで正座して同じパンツ一丁で買っていたっていうね、はあ、そういう伝説の監督のもとで4年間育ってる感じだから、やっぱり熱い人なんだね。だからただ殴るというだけじゃなくて、熱い、そして頭のいい人だったよ。一緒にこう監督選手としてプレーをしたことはないんだけども、引退した後にインタビューなんかする中で、はい、やっぱり頭のいい人だなっていうのを感じたね。特にね、名古屋のゴルフ場に行って、はい、終わった後に星野監督と田淵さんと山本浩二さん3人のインタビューっていうことで呼ばれたわけです、ね、もう時間がないからシーズンオフ、はい、ゴルフ場だったらいいぞっていうことで、はい、僕は新横浜から名古屋のゴルフ場まで行ったわけよ。で、僕はこういう性格だからさ、インタビューの1時間前に行ってスーツを着てこうやって星野監督や山本浩二さんや田淵さんを待ってて、はい、あ、今日はお忙しいところありがとうございますって言おうと思って、1時間前だよ、はい、ガチャッと入ったら星野さんがいたね、あ、それで、あ、ええなんて言ってさあ、いいんだなんて言って、はい、パンチよく見てるよって言って、田淵はな、ちょうどに来るぞ、時間ちょうどにって言って、あ、そうですか、当時はな、20分ぐらい遅れてくるかなとかって言うわけ、はっつって、え、パンチ、今日はどんな話で行こうかって、あ、ただの熱いね、燃える星野じゃなくて、こういう話でこうしたらいいんじゃないかっていう、1時間前に座ってんだから、はい、で、こういう話をしようと思います、そうか、分かった分かった、うん、つったらさ、はい、1時間後、ちょうど時間切りに田淵さんがシャワーから出てきてさ頭拭きながら、せんちゃん、間に合ったな、間に合ったよな、ちょうどだなって来たわけよ、笑ってるわけ、はいはい、20分遅れて山本浩二さんが、
うわ、悪い悪い悪いって送るわけよ。あ、そういう人なんだな。だからドラゴンズ時代の監督時代っていうのは、うん、兄貴的な感じで、うん、来い、ね、はい、でタイガース時代は時代もまた変わってるし、うんうん、親父っていう感じで、うん、よし来い、うん、ってか次来い。で楽天時代はもういいじゃん。そうそうですね。やっぱりそこをねうまく使い分けてた監督だなっていうのは、はい、あのインタビューした時になるほどと思って見てたね、うんうん、でさ僕は二軍時代中日との試合の時にね当時名古屋球場、はい、名古屋球場はさ大きな夜間にさあの湯飲みが3つぐらいあるわけよ、はい、おいおいこの時代に夜間で湯飲みかよっていうそれでさ係のおじさんみたいな言うさ、はい、中日ドラゴンズは渋いですね湯飲みですかなんて言ったら吉野監督がこれやらなきゃダメだって言うんだよって言って、どういうことですかって言ったらカチンって来た時にそういう湯飲みを投げるんだってそんでパカーンって割れる音でみんなフーってなって引き締まるらしいんだよ、はい、ある日バーキンバーキン割るから、はい、プラスチックにしたんだって、うん、そしたらトゥナーカーココ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 コそこまでやっぱり演出じゃないかと考える人なんだな、はいはいはい、そんな話聞いてね、はい、一緒にプレーはしてないよ、うん、ただね、そんな一面もね、なるほどと、うん、それからね、いい話として2つ、はい、この間ね、学芸大学というところにね、はい、駅から徒歩1分、うん、30秒かな、うん、野球小僧というスナックをやってるね佐藤道夫さんというね、元南海ホークスのピッチャー、はいはい、いろんなところを転々とコーチやってて、まあ、中日ドラゴンズもコーチもやったんだけど、うん、そこで星野さんのエピソードわけよ、はい、へーってやってるじゃん。1点差2点差ならわかるよ、はい、6点離れててだよ、うん、クーってやってるんだってゲームセットって勝つじゃん、はい、勝った時って何やる監督あ握手するね、はいはい、まずアシャーって言ったら周りにいるコーチと握手するねそうそうそうアシャーアシャー、はい、で選手はコンプ迎えるね、うん、5点6点離れててゲームセットアシャーって手がべっとり油汗だなって星野監督おだから繊細な人なんだなって思ったんだって5点6点、まあ、ピッチングコーチはもう勝ったぜってやってるんだよそうね、こうやってて、よっしゃあそういう人らしいんだよね最後の最後までっていうことね、うんうん、で、まああるジャイアンツの選手まだ言わないんだけど、はい、名古屋の錦というところで飲みに行ったらしいんだよ、うん、星野さんは、お酒飲めないんだけど、まあ、スポンサー、応援団の方かな、はい、3人ぐらいで入ってきたんだってジャイアンツの選手におー、お前たちいたのかっつって俺がいたんじゃ楽しく飲めねえなじゃあ気合い見せてきますかっつって出てきたらしいほんで星野さんってかっこいいなっつってやっぱああいうところが違うんだな、はいはいはい、ユニフォーム着てる時と確かにやっぱり私服の時とは違うんだなっつって2時間ぐらいガンガン飲んで、はい、帰り際、はい、じゃあ計算してください星野さんからいただいてますあそんなことできないねそういう人らしいねはぁ、うん、すごいな、うんうん、まあ時間的に厳しい、うん、時間的にいいよねまあ中で質問かなんかパンチさんは、うん、そういうことをご自身の生活で何か参考にされてますか、うん、それはね、はい、もう独り立ちした娘に関してもうやっぱり叱るタイミングだったり、うんうん、出るタイミングだったり少年野球教室からやっててさ、うん、パッと見たら分かるからはい、そこで生かしてたねやっぱり見られてるっていうのはさ、うん、見てもらってるっていうのは嬉しいやん、はいはい、星野監督の素晴らしいところはキャンプ春のキャンプで午前中は2軍の練習を見に行くわけよ、はい、そうすると2軍の選手は星野監督今日も来てる今日もう僕たちを見てくれてるっていうこれがやっぱ違うところようんそして昼からは1軍の練習を見るという、うん、このまた細かいところだよね、はいはい、ほとんどの監督は1軍しか見ないよ、はい、あとは電話でどうだお向こうは2軍で調子いいか、うん、じゃあちょっと本当に調子いいんだななんて言ってさ、うん、1軍に上げろまた2軍で全然ダメじゃないかなんてもうそんな見てないのに言うわけなんだけど、うん、星野監督はちゃんとこう見てくれてるっていうのが、はい、だからやっぱり話が脱線しちゃうんだけど、はい、ついこの間ねうちの都内に住んでる娘がね千葉はワンちゃんを飼ったわけほんで仕事の都合で 2,3 日預かってってこの川崎の家に連れてきたりっていうのは何回かあるんだけど、うんはい、ワンちゃんでもずっと見てるとね何考えてるか分かるよねうーんあー おしっこしたいんだとかって言うてシャーってしたり、はい、あ慌ててるうんこだとかって言うと、うん、うんこだったり、はい、分かるんだね、はい、である日朝さ僕はヨガマット引いてさ、はい、腹筋してたらさ
僕のことをビビって近寄らないワンちゃんなのに耳舐めたり足かじりついてきたりするわけ、邪魔だぞなんてさやってたんだけど、ちょっと水飲み行く隙に、そこでピーっとおしっこしてさ、ここ僕のところだってあーなるほどなるほどっていうことがね分かる、だから星野監督っていうのはそういうところを、細かいところをこう見れる人だったんじゃないかな、だって中日で日本一、そうっすね、タイガースで日本一、はい、楽天でこんな人いないよ、名将っすね、ほんとそうよ、東証から今いいこと言ったね、名将だね、最後はね、真似しておいて、そうっすね、残りは講演会、パンチ佐藤のホームページ見ていただくと、あ、そうですね、連絡先全部貼っておきますので、貼っておきますので、ぜひ見てください。はい、ということで、今回は星野監督の人心掌握術についてお聞きしました、この話がためになったなっていう方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、お願いします。他にもこういう話が聞きたいっていうのがありましたらぜひコメント欄に書いてください、お願いします。パンチ佐藤さん、本日はありがとうございました、ありがとうございました。